はいどうも未熟でカウンスユースロー、えー、2021年映画鑑賞1000本チャレンジ、えー、5本目は、えー、1月3日に、ね、こちらの天気の子はね、えー、地上波初放送ということで、えー、まあ天気の子ではないんですが、えー、まあその新海誠監督の原点である短編作品 星の声の方をね、えー、まあ日付が変わりまして、えー、1月4日午前3時42分に、えー、見終わりましたので、軽くざ談していこうと思います。まあ,あこちらは新海誠監督が。 ほぼ一人で、えー、作り上げたもう自主作品でありそして、えー、まあ綺麗なね、えー、背景描写と、えー、作家性がすげえって、ね、言われて、えー、新海誠監督は、まあ、個人制作のもう自主制作の、えー、もう道を切り開いたもうパイオニア的な、ねえー、存在でありで希望の星でしたね。<laughs> まあ自分もね当時、えー アニメーションね勉強し始めの頃はね、えー、もうすげえって、えー、なってましたもんね、えー、まあ今見てもねまあ技術不足かねまあ技術不足かはまあ否めないんですがまあこの頃のね、えー、まあ進化監督のまあタッチがねまあ個人的にはあ好きなんですよねうんまあ現在のね作品はまあプロがねまあ出す 大人数で、ねえーまあ、作り上げていて、まあ、洗練されていますが、まあ、この頃ろ、ねまあ、空の色とかあと雲のタッチとかねあと強襲漂う,う、まあ、淡い、ねえー、日常風景もいい雰囲気で出しますし、まあ、これに、ねえー、天文さんの音楽が乗っかった時の、えー、相乗効果もうたまんないですねもう美しいんだけども、まあ、寂しさも、ねえー、表現されていてで男の子と、ねえー、女の子はまあ 思い合いつつもその距離感はねもうどんどん離れていくこの赤稜感の、ねえー、表現が素晴らしいんですよね。んで2048年のね、まあ、設定なんですがガラケーでね、えー、やり取りしてるっていうのもねなんか滅びゆくもののなんか寂しさも、まあ、今見たらね、えー、出てきてますね <laughs>、えー。ということで「星の声」でした。<laughs> ではまた。